どうも、リアルに次は始めましたよ。始め、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 始めました。はい。はじめが、マジで経験したコンビニあるある。という動画を昨日出しました。空前のコンビニあるあるブームだな。皆さんは多分、おい、ネタパクってんじゃねえぞ、このニベアクリームさんまた。もう一人の僕パクリ。ゴルフクラブ野郎。を期待してたと思うんですけど、 正直、動画、悪くなかったです。えセットはボンボン TV の AV セットより良かったし、編集と台本はボンボンより格段に上だし、はじめんが、ローソンだっけで、バイトしてただけあって、あるあるも全部、あるある認定できるものばかりでした。え、なんかディス的なものないのない。なんか、すいません。ということで !What the fuck is that? これはコンビニシリーズでちょっと再現しづらかった話とかですね。でももしかしたら他の動画とか生放送とかで話してる可能性もあるのでご了承ください。What the fuck is that? とある日 PDR さんがちょっとトイレに行こうとしたらドアを開けた瞬間にうんち、トイレ、床、壁、全部うんちまみれ。うぅー。コナンのコーヒーショップ殺人事件の血を うんちに帰った感じですね。意味わからないところでやたらと怒鳴り散らす、ちょっとネジが外れてるおばさんがいたんですけど、ある日そのおばさんはいつも以上に怒鳴り散らしてる上に帰れって言っても帰ってくれなかったので、警察に電話したんですけど、まあ田舎だから警察みんな暇っていうのもあったと思うんですけど、パトカーが 四五台ぐらい来て、警察官も十五人ぐらい来たんですよ。頭おかしいおばさん一人に。外から見たらもう、立てこもり実験にしか見えないと思います。What the fuck is that? はい、酔っ払いが店に入ってきて、コピー機の前でこけて、顔面から床に落ちて、歯を折って、血の海を作りました。<laughs> 今でもあれほどの血を見たことないです。 で、救急車を呼んで、いろいろと落ち着いた後に、店長が、ペインくん、モップ持ってきて全部綺麗にするのにすごい時間かかりました。ちょっと雑誌とかコピー機とか商品にも血がついてたんですけど、こう、モップで綺麗にしてる時に、ホームレスの歯が見つかったんですけど、もう腐りきってて、よくここまで使えたなっていう感じでしたね。What the fuck コンビニで働いてて、うざいと感じた人いっぱいいたんですけど、 嫌いって思ったの多分こいつだけだと思います。こいつはいつもドヤ顔ですげえうざいこと言ってくるんですよ。袋にお入れしますかいらね。そしてお会計が終わると、あれ袋はあとまだ商品をレジにこう投資終わってないのに、700円口引かしてくんないのあとは、コンビニで働いてて楽しい でそういううざいことをいつも言ってくるんですよ。しかも PDR さんだけじゃなくて、他のお客さんにも絡むんですよ、こいつ。おいおいおい無視すんじゃねえよ、ブスで社畜っていう言葉を使うのあんま好きじゃないんですけど、多分、こいつは社畜で、うちのセブンでストレス発散をしてたんだと思います。しまいには、お兄さん、俺のこと嫌いでしょはい。正直でよろしい。 思い出しただけですごいムカつきますね。クソ野郎。もし見てましたら、PDR さんは今、好きなことで生きてて、好きな人に囲まれながら、毎日楽しく過ごしてます。Fuck you. ネタパクってんじゃねえよ、このネビ、ニビ、ニベア。ニビ、ニビア。ニ、ニベアニ、ニベアニ、ニベ、どうやってう、<laughs> is it ネビアニベアク ちょっと待って。Hey Siri! ニベアクリーム !Hey Siri! ニベアクリームどうやって発音するのニベアニビア !Fucking hell! 顔株式会社ニベアクリベア。ニベア 全然関係ないんですけど昨日しんちゃんのガチャをやったら一番欲しいケツだけ成人が出たんですけどこれヤバいよねだから PTA が嫌いなアニメナンバーワンなんですねこれケツすごいね、ケツだけ成人ブリブリーあとなぜか織姫が急上昇1位なんですけど織姫おめでとう <laughs> なんで1位なの <laughs> この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。グベルボタンにクックしてみてくお願いしょい。今現在コンビニで働いてる人いますかどうですかもう辞めたいですか辛いですかそれとも全然楽な感じですかコンビニって本当に店によるんですよね。すごい大変な店もあればめっちゃ楽でほぼ何もしなくてもいい店とかあるんですよね。ぜひ教えてください。あと PDR サックスウェット着てないですけど今月末まで 売ります。下にリンク貼ってあるんで、興味ある人はぜひ飛んでってください。あと昨日の動画とその前の動画ぜひぜひ見てください。では